ごきげんよう、山口あゆきです。笑ってんね何笑ってんね。今日は、友人の結婚式のパーティーで歌わさせていただきます。しかも皆さん、ここどちらか分かりますか？明治神宮です。明治神宮で式を挙げられるなんて、ね、いいですよね。はい、ということで頑張って歌っていきたいと思います。頑張るぞ。おお。じゃんじゃかじゃん。まだ出番はもうちょっと先なので練習しときます。あ、三つ星が出してたからかと。Thank you.
治神宮の森です。日暮も泣いて今日は良かったわ。でもなんか顔にめっちゃ虫が。今日はね結婚式で歌ってきたんですけど、もうね幸せそうやった。良かったな。やっぱりこういう幸せなのっていいですよね。虫がいっぱい打ってきてる。かわいこちゃんが今日はねあのカバー曲だったんですけど、おじい自慢のオリオンビ沖縄の方なんでね、沖縄の方っていうか沖縄の方で合ってるわな。そう、あと歌声の響きっていう上皇后両陛下が作られた歌があるんですけど、その曲を歌いました。沖縄を思った曲ですね。はい、あ、見てやっぱり明治神宮ってかっこいいな。じゃあちょっと、あ、いただ手が疲れる。これは手が疲れる。明治神宮ということなので、教育直後をテーマにした曲、大切な宝物を歌いながら帰りたいと思います。父さん母さんいつも大事にしよう、兄弟仲良く助け合おう、みんみん友達同士励まし合い信じよう、間違った時はすぐ謝ろう。ごめんなさい。え、ほんまに合ってる？こんなとこ。私たちは迷子になるというのは日常茶飯事なので。え、こんな遠い？カブトムシ行ってそうですね、この辺は。え、明治神宮はですね、その名の通り明治天皇を、ま、お祭りされているわけなんですけれども、手がだるい。ごめん、この角度でいい？私はね、その明治天皇の、御製もそうですし、その教育直後もそうですし、やっぱりこう国民を思う気持ちっていうのがすごく溢れているなっていうのを御製から感じる。ほら、ピピピピピって言ってるやろ。だからね、優しさがねすごく伝わってくるんですよ。お父さんお母さん大事にしようとかさ、兄弟同士仲良くしようって。近くで聞こえた。でさ、そのなんか大体その自分が思うこととかこうだなって思うことって結構こう強く言っちゃいがちじゃないですか、まあ、押し付けてしまったりとか、こうあるべきだみたいな。でも明治天皇はそうじゃなくて、自分もなんかこの思いを、まあ、お父さんお母さん大事にしようっていうか、まあ、古来から伝わる日本のね、心をずっと持ち続けたいよね。私もその思いを継いでいくから、どうか皆さんも一緒に継いでいきませんかみたいな、めっちゃ優しい感じなんですよ。それが教育直後ですよ。そうだから、そう押し付けとかさもないし、まあ、その12の徳目があるんですけど、教育直後作られるにあたってね、その12の徳目の中には、哲学とか宗教とか思想っていうのからもう中立でなければならないっていう。まさにそうや。着いた。そういうことです、皆さん。だからよかったら明治神宮参拝しに来てくださいね。バイバイ。